どうも、中本と申します。はい、今日はですね、ちょっとこの前のスニーカーと続いて申し訳ないんですけれども、またちょっとシューズのご紹介をしたいと思います。はい、正式にはスニーカーじゃなくて、まあ、トレイルランニングシューズになると思います。はい、まあ何を買ったかというのをまずはご紹介します。では、何を買ったかというとこちらです。はい、こちらですね、サロモンという、まあ、トレッキングではかなり有名なブランドの XT6、 はい、まあ、サロモンアドバンストというラインになるんですけれども、 18AW からできた、はい、そのサロモンアドバンストの XT6 を買わせていただきました。はい、お色はオールブラックとなっております。まあちょっと話すことは結構多くなってくると思うので、簡単に今から説明させていただきたいと思います。まあちょっとほんとさっき買ってきたばっかなんで、まだタグもまたついてるんですけど、はい、すいません。ちょっとサロモンってまずじゃあどんな靴が多いかっていうのをご紹介していくと、スニーカー紹介でちょっとお話しした他オネオネってあるじゃないですか。まああそこと似たイメージで間違いないかなとは思っていて、かなり技術力、まあ、他よりもっとテクノロジー感を前面に押し出してきている、まあ、靴が多いかなっていう感じのブランドになります。まあ、本当にイメージトレイルランニングのシューズをいっぱい出しているっていうイメージでお間違いないです。今まあこういう靴が多いんだよっていうのを出しております。多分、はい、トレイルランニングのシューズってちょっと派手な色が多かったりするんですよ。こういう風にやっぱりそういうのって今のコーディネート、今のファッションシーンに合わせにくいっていうのがちょっと多いんですよね。真っ黒っていうのだとやっぱ合わせやすいじゃないですか、こういうかっこいいものだと。ちょっとモードな風にも今合わせられますし、ストリートな風にも合わせられるっていうので、まあ本当に今のシーンにトレイルランニングのシューズっていうのは結構合いやすいんですよ。機能的なものも今結構なんていうんでしょう、しっくりきますし、全然違和感がないんですよね。まあオールブラックだとっていうので今回買わせていただいたものになります。はい、でサロモンアドバンストっていう風に最初僕ちょっと申し上げたと思うんですけれども、そのサロモンアドバンストっていうのが 18AW、 今期からですね、今期からスタートしたラインになっていて、まあサロモンの中で昔出ていたものの復刻であったり限定ラインっていうののみを出していくラインに一応なっています。はい、なんでまあサロモンのこの XT6 って2013年にもともとあったやつなんですよ、開発されたもので。で、XT-Wings っていうのがあって、まあそのこれなんですけど、多分画像今出てると思います。でこの XT-Wings をさらに改良して、その6っていうのは6世代目って意味なんですよ。まあその XT6 がまあ一応こちらの形になっております。で、こちらの XT6 なんですけど、正式名称が、サロモン S ラボ XT6 ソフトグラウンドってことなんですよ。でソフトグラウンドかソフトグラウンドじゃないかでまた分かれるんですけど、その S ラボっていうのが、まあ、何かっていうと、一応選手と一緒にサロモンが開発してる、まあ本当に選手用の、まあ、結構別のライン、ちゃんと本当にレース用に作られているラインのシューズっていう形になります。はい、ガチなシューズって感じですね。ガチなトレイルランニングのシューズって感じのものになります。でそれを今回のサロモンアドバンストが、多分オールブラックっていうのは今までまあ、XT6 だけで見たら多分1回あったんですよ。その昔ブラックっていうそのサロモンのカプセルコレクションみたいなのを昔1回やった時に XT6 のブラック自体はあったんですけど、まあ、最新の機能、まあ、ちょっと今からちょこちょこお話しする最新の機能を備え、最新の機能っていうか、まあ、その時なかった機能を備えてアップデートされたのがこのサロモンアドバンスの、XT6 って感じですかね。一応サロモンってまあそういう風に何回も同じものを出したりしてるんですよ。 XT6 って結構もうなんて言うんでしょうね、定番というか、まあ、かなりヒットしたラインなんですよ。まあ、リリースするたびにちょっとずつアップデートをしているっていうのが、まあ、サロモンのシューズのすごいいいところかなっていう感じになります。はい、まあ、じゃあちょっと簡単に細部についてちゃんと簡単にご紹介していきたいと思います。まず、多分僕が一番驚いたというか結構いいなと思った点に関しては、エンドフィットっていう機能なんですけど、これ実は、まあ、終端がここあの繋がってるんですよ。エンドフィットって言って、終端があの、まあ、インナーシューズみたいになってるんですよね。終端が、両サイドのソールまで繋がってるので、なんて言うんでしょうね、この靴の中にもう一個靴がある感じのイメージですね。はい、なんでそこに足を入れる感じなんで、まあ、サイズ感に関してはちょっと、小さいって感じると思います。今までのいつも27を履いている人が27履いたらちょっと狭いなって感じると思います。多分エンドフィットになってるので、かなり、ホールド性が強いんですよね。本当に足をしっかりガチってホールドしてくれます。本当になんて言うんでしょうね、今までの靴と一番違うところは、そのエンドフィットのおかげでこうパチってなるのが結構わかるところですかね。で、まあ、全てにおいて言えるんですけど、このトゥーキャップに関しても、まあ、補強されているとか、シームレス、もちろんシームレスでできています。まあ、あとソールですよね。ソールに関しては、まあ、これもサロモンの一つすごいところなんですけれども、サロモンってそのソールを依頼しないんですよ。っていうのはソールで有名なところ、例えばビブラムとかよく使われてると思うんですけれども、まあ、ビブラムとかではなくて自分たちで作ったソールを使っております。でそれも、毎シーズン毎シーズンというか毎回リリースするたびにアップデートしていってるっていうのがすごいいいところになります。まあ、ちょっとだけお話しするとこれコンタグリップって書いてあるんですけれども、ここに
すいません、見えないと思いますけど、これも、はい。まあ、後でちょっとお見せしますね。このコンタグリップっていうのは、本当にいろんな種類、20種類とかの、まあ、素材を合わせて、まあ、その中で、それを合わせて、どのような地形でも、対応できるようにしているのが、このソールのいいところです。はい。で、なおかつ、まあ、この3種類ぐらい。まあ、ここのソールも触ったら分かるんですけど、そのコンタグリップのもう一つの特徴として、まあ、部位によって柔らかさが違うんですよ。なんで、まあ、いろんなところで、それによるその絶妙なバランスによって、まあ、どのようなところでもしっかりとがっちりホールドしてくれるっていうのがあります。で、まあ、これ、あと、これに関しては、なんていうんでしょう、なんでも言えるというか、最近の、スニーカーとかシューズ、まあ、最新のテクノロジーに関して言えることなんですけど、まあ、着地の力を前への推進力に利用する前の着地の力を前っていう、まあ、推進力みたいな、はい、そういう風に利用するっていうのが、まあ、一番あれですかね、有名というか、まあ、ブーストとかもそうですけど、どのような、スニーカーのソールもそうだし、多分トレイルランニングのシューズも他のボンダイとかもそうですし、やっぱりその着地の力を前への力にっていうのは結構どこのブランドもやってることかなと思うんですけど、もちろんそれも搭載されております。はい。履き心地に関しては本当にがっちりホールドしてくれるって感じです。で、本当にいろんなところ、どういうところでも歩けるかなっていう感じの、もうそういうところで滑らないなというか、がっちりホールド感に関してはすごいいいシューズだなと思っております。はい。他がクッショニングだとしたら、まあ、XC6 はグリップ製って感じですかね。どちらかというと、はい、そういうところですかね。まあ、違いとしてはこのサロモンアドバンストっていうのは、ファッションラインになるんですよ。一応そのセレクトショップも世界で有数何個かしか扱わなくて、普通のインラインを置いている、インラインのサロモンを置いているそのスポーツショップとかには、一応売られない、売ることができないモデルになります。はい。ここでサロモンを履くっていうのも一つかっこいいかなと思って、僕は今回買わせていただきました。はい。まあ、本当に今までのサロモンをしてる方だったら、結構そのガチなトレイルランニングシューズとか、まあ、本当に山のイメージが強いと思うんですけれども、もう本当これ見ただけの方だったら、なかなか山のイメージも出て、まあ、来るか出てくるとは思うんですけど、まあ、都市型でも全然履ける靴っていうイメージにもなると思うので、今回いいなと思いましたね。はい。一応このシューレースも変わっていて、まあ、クイックレースっていうんですけど、まあ、これをこうキュキューってやって、でこの余った紐とかどうするのって言ったら、このシューポケットに入るんですよ。シューポケットにこれを収納することができて、まあ、なんで靴紐を結ぶとかではなくて、こうキュッてやるだけでいいっていう意味で、まあ、クイックレースっていうのもあります。はい。機能で言ったら結構キリがないんですよ。あとインソールも、まあ、フラットなソールではなくて、なんて言うんでしょうね、こうまた足を包み込むような、こういう感じの、このような感じになってるので、まあ、本当に足を包み込むようなインソールになっています。なんで全てにおいて本当にトレイルランニング選手のために作られたガチなシューズっていう感じにはなるので、素晴らしいシューズになってると思います。はい。ちょっと値段が正直安いとは僕言わないです。これは、はい、これは別に正直安いとは言わないです。他のボンダイって確か2万ちょっとだったんで、まああれぐらいが多分理想的なシューズにかけれる値段だとは僕思うんですよ。まあ本当に言っちゃえば一番いいのは1万円ぐらいの、この前ご紹介したアディダスのアルファバウンスみたいな感じだと思うんですけれども、まあ、これは結構機能が詰まっていて、なおかつ限定ライン、まあ、有数のセレクトショップでしか買えないよっていうものなので紹介させていただきました。それでは、まあちょっと物撮りの方と着画、まあ簡単にお撮りしましたので、そちらをどうぞ。はい、いかがでしょうか。サロモンの XT6 ソフトグラウンドですね。サロモンアドバンスとか、はい、普通にかっこいいですよね、見た感じは。はい。やっぱりオールブラックのこういう機能的なスニーカーって僕、まあ何見ても結構かっこいいと思っちゃうところはあるんですけど、まあそこでサロモンっていうのが今サロモンっていうのは結構いいんじゃないかなって僕は思って今回買わせていただきました。なんかそういうスポーツモード、スポーツとモードみたいな掛け合わせてるものを好きな方、まあ僕そういうの大好きなんで、そういう方には結構おすすめしたい一品でした。それでは、いつもご視聴ありがとうございます。
はい、コメントの方もいつもありがとうございます。読まさせていただいております。コメントの方で質問等いただければ、返していきますので、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。はい、で、インスタグラムの方もやっております。インスタグラムの方で、お店の一番早い情報だったり、コーディネートの方載せておりますので、インスタの方もできれば概要欄の方からチェックとフォロー何卒よろしくお願いいたします。それではこの動画がいいと思った方は、高評価で、チャンネル登録まだだよという方はチャンネル登録概要欄からも行けますし、この動画内で今多分出てると思うので、チャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。